合宿初日となったこの日はバレンタインデー。飛行機で自分だけチョコレートをもらえなかったことを根に持ち、管を巻くネガティブリーダーヒロシ。すると休憩中、さらに追い打ちをかけるトピックが。そういえば今日さ、誰か結婚発表してなかった？ああ、そう。発表してましたよ。ああ、焚き火会の。うん。トロサーモン村田さんが発表してたね。俺はまあ目見れないんだけど、どんな目してる？また一人っていう顔してる。すっごい顔してたね。残りはヒロシちゃんとヤマトちゃんだけになったね。どんな顔してる？俺見れないんだけど。ちょっと笑ってる。もうなんか向こう側行った、向こう側。処理門の向こう側に行った。いや、そうなんだよね。結婚しましたね。したね。でまあ、一応あの我々は仲間内なんで、ちょっと前にちょっと前に聞きましたね、はい、予定がありますみたいなのは聞いてたんですけど、はい、どういう気持ちなんですか？一人だけおめでとう言ってないですけど。ヤマトさんまで言ってるのに一人だけおめでとう言ってないなと思って。焚き火会のグループラインがあって、西村君がおめでとう絵文字で祝って書いて、ふとしちゃんがおめでとうございますってこうクラッカーみたいなの、で次さんがおめでとうちゃんっつって、なんかクローバーみたいな、浅田君がおめでとうございますって、はいはいはい、俺が次返事してんだけど、おいおいって書いてる。まるでボケのような。まだまだみたいなね。ちょいちょいみたいな。なんで結婚するんだろう。いいじゃん、そこも含めて自由なんでしょ、焚き火会は。あ、そういうことです。俺も別にだからやめなよっては言わないじゃん。どういうリスクがあると思うんですか、結婚には。ヒロシさんはリスク、いろんなリスクだらけだよ。浮気されるんじゃなかろうか、俺がこうやって熊本に。それ別に恋人でもそうじゃないですか。それは恋人だったらそこで別れることができるけど。ああ、なるほど。結婚だったら簡単じゃないじゃん。確かに契約を結ぶわけ。そう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 、 法的なものに縛られるわけじゃん、はい、うん、縛られたくないんだね、何かに。で、あと心配、やっぱ心配なんだよ俺。多分嫁とか子供いたらね、家から出たくなくなるんだよ、心配すぎて。でも周りの人は祝ってあげるっていう気持ちはあってもいいのかな。俺は本当にそれ幸せなもんじゃないと思ってんだよ俺。なるほどね、うん、あ、結婚というものだから。おいおいなんで、そう、本当大丈夫か、おいおい。そうそうそう、人が結婚した時におめでとうって言えないのよ俺、なんか嘘ついてる感じがして。なるほど。そんな言いながら浅田くんの保証人になったけどね。結婚のね、はい、結婚の保証人に、はい、なっていただきました。嘘の住所書いたりとかしたんですか？そんなことあんの？ハンコをするんだけど芋版でやった。アスワは竹をカゴ状に交差させていくドーム状のシェルターを作ろうとしており、まず長くてしなる竹をかなりの本数切り出さなければならない。長っ。長いね、やっぱでもドームだからね。ねえ、でこれをうまいことこうしならせなきゃいかんわけでね。そうですね、意外とかかります。いやあ、時間かかるね。またかります。2日3日じゃできんよ。本当に楽しいよね。枝を落としてくるの楽しいよね。これ楽しいんですよ。枝打ちが終わったら竹を縦に割っていく作業へ。あー、綺麗に割れなかった。アスワちゃん、なんか失敗した？なんかね、避けました。変に。アスワさん失敗しました？アスワ失敗したのか。アスワは失敗するからな。みんなそうだろ、初めは。あの人結構器用そうに見せてて、不器用なとこあるよね。そうなのよ。めちゃくちゃあるよ。なんか賢そうに見えるけど、物忘れとかめちゃくちゃ激しいですよ。だいたいアスワくんとキャンプだと、アスワくん忘れ物してるよね。うん、その辺の欠落してる感じがいいよね。言い方。欠落っていう言い方。でも回転焼き屋の人にはモテるから。あと返す刀がでかいんだよお前。
分かった、その押し付けるっていう意味が。いや電動工具になれるのやめてくださいよこんなブッシュクラフト言ってるのに。これでこうやって結んで固定していきます。こうヒロシは4本の柱がある長方形の居住空間を作る。この高さなら脚立がいるんじゃない。そうね、下持ってきます。でもブッシュクラフターだから脚立とか使わないんですよブッシュクラフターってのはそういうものを自然のものだけであるものでやるっていうのがブッシュクラフトの精神なのよ機械音すんな、機械音が電気の音がする昭和のコント番組みたいなだ時代は一緒すんだ。マスオちゃんも早くこっち来た方がいいよいやもうちょっと片足踏み込んでるよ今日思ったけど、なんか時センスはなくなってたよ。そう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 俺が知ってるあいつじゃないな、やっぱりダジャレに行くか。この落ちてる竹で炭ができて、これが熱源となるのがなんか楽しみだな。みんな黙々と作業やってて暇だな。シマキャンの20が聞きたいな。 20? Oh baby 泣かない泣かない。いや分かんないな、本当に使えないレベルで分からないなどうしたら泣かないに聞こえるのかを分からない。僕前回も泣かないって言ってます。え、前回も泣かないって言ってますだったっけ。前はこれ。ほらチュ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 違うよ。はっけんてて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 俺の知ってる20と違ったけど。あれ違うっけ。あ、なんだ今の。子供が泣いちゃう子供が泣いちゃう。ちょっとこの人さ、バトニングを手でやってるんですけど。もう手でやってるでしょもうめんどくさくなってる。いやなんかルナシー歌ってる時それやってたよこの人炭を手で直で言ってる。はい、熊本弁でカンナシって方言があるんだけどね。カンナシ、カンナシ、はい、シマキャンはまさにそれだね。どういうことですか。無鉄砲とか。まあ勘がないね無鉄砲。勘があるから触れてるからね、こんなの。勘ないやつ触れんから。触ってもいいっていう勘があるから。ちょっとイカれた野郎みたいな。違う違う、勘がないから行くからね。言葉だよ、勘なしで。バカっていうのも含まれてる。バカじゃない、知った上で触ってるから。何をしたの。こうやって炭こうやって触ったら勘なしやね。勘なり、勘なりよこれは。それ俺の手袋じゃない。これ僕の盗っ人ではない盗っ人。そうか、カンナシから話変わってくるから。それはそうか、カンナシ泥棒、カンナシ泥棒かと思うでこれを火にかけていきます。これもう穴ほがしたの。ほいである。ほがすって意味わかるの。いや、ほぐって言ったからほいであるって言っただけです何ほがすって。穴開けるってことでしょ。そういやもう分かるでしょ。カンナシのくせに分かるんだ。いやカンナシじゃない、カンアリだよ俺は。それ誰の手袋。わしの盗っとカンナシじゃない俺は。輝くね。何これ輝けてんのこれ。島田たちが談笑している間も黙々と作業を進めるアスは、反復するうちに竹をまっすぐ割る技術が上がってきたようだ。ほう、まっ二つきた。ほら、僕の主導作これですよ。これが主導作です。これが一日でこんなに。ちょっとずつコツが分かってきました。あら出た。コツが分かり始めた。コツはね、コツはさんは。俺の中をコツ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 やって
人のものの使い方のコツが分かってきたのね。だこれ俺もやろうと思ってたけどさ、ドームにするとき折れるんじゃねえかっていうね。いや本当に、うん、こうしたいのにさこうなりそうじゃん。あーとんがっちゃうみたいな、うん、見てください。ああいいじゃない。あそのままいけんねや、やっぱ生木だからか。あいいじゃない。これ結構でかいから、うん、もっと短くしてこれぐらいがいいかなっていう。あ、ほんと小さめのね。意外としなやかなんですよね。やるじゃない。何よくやるじゃない。言うじゃない。さて、ヒロシは自分の身長よりも高く柱の長さを設定したため、なかなか厳しい状況に陥っている。これは相当むずいな。あでもだいぶさっきよりいい感じになった。よし、ちょっと土掘り行きましょうか。結構硬いな。あワクワクしてきた。土を採取した島田は土を細かくほぐす工程へ。ちょっとほぐして合ってるか分かんないですよ。東南アジア人が YouTube で素手で粘土とか掘るやつ見たことある？やってますよね。俺もそれ見てます。あれすごくない？ああいうのって相当のスタッフが周りいるよ。うん、俺が今やってる竹もう豪邸みたいなの作るじゃん。そうっすね。無理無理。でもあれに憧れてる俺がいるという。俺なんかこうほらブッシュクラフトスタッフを使ってこれでも大変なんだから。もう言ってくんすねその辺もね。うん、ちゃんとこうやってやってもらっております私は、うん、できないから。船で引っ張ってもらってます。そう船で引っ張ってもらってますよ私は。ごめんなさいね、ちょっともうちょい耐えてください。なんだこれ。もうヒロシさんの割合少ないですもんね。ブッシュクラフトスタッフの方がやってる感あるよ。本当やね。もう俺の計算じゃこれで立つと思ってるんですけど、なんか変ですね。多分角度がおかしいんだろうな。とりあえず結ぼう。ちょっと俺も正解わからんよ。ブッシュクラフトなんかやるの初めてだからさ、巻き方がさわかんないんだけど、合ってんのかよこれ。合ってる？プロデューサーを巻くな。はぁっ番組終わるぞ。しまった、偉い人だった。終わるのだけはやめてください。ちょっと緩かったっすね、振り方が。緩かったで問題、文句が緩かったっていうもん。そこじゃねえだろう。今週はここまで。次週ビルド&スクラップ。ヒロシがゼロからやり直し。合宿2日目、一体どうなる？今日もロケ楽しい。